原発事故が起きると何がどういうことが起きるのかっていうことを教えていただきたいんですけれども、はいはい、原発について、危険なものだというふうに理解をしておいた方がいいっていうことでしょうか。はい、もちろんです。原子力発電所っていうのは核爆発をさせてエネルギーを作り出すっていう、まあ、そういう大変危険な本当に注意しなくてはいけない、まあ、そういうところなわけですよね。でそれがひとたび事故を起こしてしまうと本当に核の被害を受けることになります。まさに日本の福島原発事故は今それを経験している真っ最中で、はい、とても大変なことが起こります。放射の被害ということです。そういう中でその森松さんが避難をされててですね、まあ、今7年経って一番まあ大変なことっていうとどんなことですか。大変なことは放射能の被害、つまり核の被害っていうのは低線量の被曝ということなんですね。つまりだからすぐには影響が現れないのをいいことに、それから色もついていない、匂いもしない、体でこう痛いとか熱いとかチクチクするとかそういうのではないんですよね。体感できる被害は放射能の場合は即死していますよね。福島もそうですが、低線量の被曝という問題があるときにそれは人間の五感では感知できないんですよね。だからついついあそこにあって被害を受けてないように感じさせることも、実は可能であると。それが漏れ出た場合の危険というのはさらに人間が持てる限りの想像力を働かせて、過去のチェルノブイリの事故や、まあ、アメリカだったらスリーマイルの事故とか、それからいろいろな核被害ですよね。世界の核被害の方々が訴える被爆の問題ということときちんと向き合って想像力を働かせて、ちゃんと自分の身を守る被爆防護の対策を取るということが非常に難しいことで、日本は全然それが今できていない状況だと思います。だからそれも含めて動かしたい側の理論では大丈夫だからって言いくるめてしまうことが目に見えないのいいことに可能になってしまうんですね。でもそれはやっぱりおかしいし、実際に甲状腺がん、小児甲状腺がんをはじめとして福島もわからない病気やいろんな体調不良も出てきています。きちんと、まあ、それから身を守るっていうのは、それはやはり核被害の理解を深めることがやっぱり必要ですというふうに伝えたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。